はじめまして、枕バリナです。今回は新感覚抱き枕イタスポを皆さんにお伝えします。え、何が新感覚なのかって？それはね、これはですね、オタクにとって夢のような抱き枕なんです。撫でなきゃ声が出ない抱き枕なんです。撫でなきゃ嫁ですね、僕の。はいはい、嫁、はい。抱き枕になんと声をプラスした新感覚の抱き枕。体を触られると声が出ちゃうの。にゃんにゃん、そこはダメ。キャラとリアルに触れ合える、大注目なコミュニケーションツールだよ。一緒に寝てる時とか喋ってほしいなっていうのがあって、妄想はしてたんですよ。それを実現したいなっていうのがあって、その思いでこれを作りました。この人こそ私の生みの親、ウッチーこと内村光一さん。九州工業大学の元研究員さんなんだよ。今回このイタスポを開発しましたジョイアスの内村と申します。よろしくお願いします。イタスポはタッチではなく撫でることを検知する抱き枕向けキットです。優しく撫でてあげるのがポイントです。私には日本の最先端技術が詰まったなでなでセンサーがついてるの。九州工業大学の研究室で生まれたんだよ。撫でると声が出るだけじゃなくてですね、撫で続けると優しい声を出してくれたりとか、叩き続けると怒り出したりとか、そういった感情というのを与えることに成功しています。やっぱり優しく撫でてもらった方が嬉しいな。もし荒っぽく扱われたら。もう触んないでよって怒っちゃうぞ。あなたの撫で方を記憶する感情パラメーターっていうのがついてるの。乱暴に撫でられ続ければ嫌いになるし、優しくされればもっと好きになっちゃう。これ以上好きになったらどうすんの？本当に私のことを好きだったらお嫁さんになってもいいよ。極端な話ですけど、嫌われたらですね、本当に声を出さなくなったりとか、本当に怒り出して罵声を浴びせられるとかですね、そういうこともあり得るので、その辺はキャラとの付き合い方というのがあるんで、自分で考えて本当に自分なりの楽しみ方というのを見つけてほしいなというふうに思ってます。声は500種類、これでも満足できないって人のために追加パックも用意。専用スマホアプリでダウンロードして枕に転送。その中にはスペシャルワードもご用意してます。そしてそして、私の他にあと2人性格の違う女の子がいるんだよ。私たちをあなた好みにしてみませんか？今回は動画をご覧いただきありがとうございます。とりあえずこの枕バリナちゃんで皆さんにご提供しますが、これから声優事務所さんともいろいろ話をしてまして、今後追加でいろんな音声というのを提供できればと思います。これからも皆さんのオタクライフを支えていけるようなプロダクトを出していきますので、今回はぜひよろしくお願いいたします。